三角形四角形、形四についての問題。もう一つやってみましょう今度はここに一1 c m 一マス一センチの方眼紙を方眼のメモリを用意したのでここに直角三角形や長方形そして正方形っていうのを書いていきたいと思いますこういう図形を書いてくださいっていうのが書いてあるのでそれに合わせてここに 図を書いていくそう,いう問題ですそれでは早速1番やってみましょう。直角になる2つの辺の長さが 6cm と 4cm の直角三角形です。え 6cm4cm っていう数字が入っています。そして直角三角形を書くんやね。 直角三角形はどんな図形やったかっていうと三角形の中でも直角が入ってるんやねなのでこんなのとかこう直角になっていますってなったら直角三角形ですそしてこれ別に横に倒しても直角三角形ですもちろん向きとか関係なく直角が入っていたら直角三角形ピシピシ ビビシシってなってる角が入っていたら直角三角形やねんなそしてここで言われているのは直角になる二つの辺の長さが六センチと四センチなのでこの直角になっている部分のこの二つの辺これやねこの直角を挟んでいる二つの辺が六センチと四センチ。 になっている直角三角形をここに書いてくださいというそういうお話です大丈夫かなちょっと難しそうやねなのでまずはこの 6cm と 4cm それぞれを取りながら考えていきたいと思いますまずは 6cm ちょっと赤で書こうか分かりやすいように 6cm をそして太めの線でやりたいと思います書いてみましょう そしたらこの端っこから描いてみようかこの点からスタートして 6cm やから6マスやねん123456マスここまでですよいしょこれが 6cm の線やねそしてこの 6cm 続いて 4cm を書くんやけどこの6と次の4で直角になるように書くんやね 直角になる2つの辺の長さが6と4って言ってるんやからここを直角にしないといけません。なのでこっからスタートして 1234cm ここまでねちょっと最後曲がっちゃいましたこれねこれでここがペシペピシ直角になっています。 そしたらあとは三角形というのは三つの直線で囲まれているのでここを結んであげたらいいですこれで完成ね六センチと四センチの直角三角形出来上がりましたちょっとわかりやすいようにこれも赤にしとこうかここが六センチですよこっち四センチですよっていうふうに 長さを測ったところを書いておきましょう1番できましたそれじゃあ続いて2番です今度は2つの辺の長さが5ンチと7ンチの長方形数字出てきてるね5ンチと7ンチの長方形です長方形っていうのはどんな図形やったかっていうと 四角形の中でもすべてが直角になってる四角形やねちょっとグニャってなっちゃった四角形やね全部ビチ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 って直角になってますそして長さは五センチと七センチ。二つしか分かってないんやけどここの今丸つけたとこ縦の長さ この辺とこの辺とそして横の辺こことここは一緒やからここが五やったらこっちも五になるんやね大丈夫こういうようにして五と七を縦と横にとって長方形を書いてみてくださいまずはこの五センチから取ってみようか五センチなので五目盛りですまたこっからスタートしたいと思いますちょっとずれちゃったね ここからスタートしたいと思いますまたずれちゃいましたここやねあれ難しいですこの点にぴったり取るのがちょっとずれちゃってるねこうしてみようかここやね五なので一二三四五、ここまでです これれでまず5が取れまずがした。そして次は7やね7が57と取ったらいいのでここを直角になるようにまた7を取ります1234567ここまでやねそしたら四角形あと全部直角にしたらいいので長さを合わせて取ったらいいよね こっちもまた7をやってあげたらいいですそして今度はこっちが長さを合わせて5やねこれでできましたここの長さが 5cm そしてこっちは 7cm の長方形です全部が直角になっているので 長方形になります。それじゃ次最後はやっぱり正方形やね1つの辺の長さが 5cm の正方形辺の長さ1つしか分かっていませんけど正方形はどんな図形やったかっていうとまず全てが直角になっているこれは長方形と一緒やね そしてさらに全部の辺の長さが一緒なので5センチって言ってくれてたら全部5センチってことやねなこういう図形を書いてあげたらいいですやってみましょうちょっとまたこれも一応合わせておきたいなと思いますずれちゃうんやねよしやってみよう 5cm をまたこっから取ったらいいので12345ここまでやねそしたら今度またここを直角にして5を取るので12345ここまでやねちょっとずれちゃったねもう一回書いてみようか最初からやると ここから12345そしてここもまた12345ですこれすねそして同じように全部5で囲んであげたらいいのでこうなりますよと大丈夫ちょっとパーっと書いちゃったけど全部 5センチ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 で直角になっているこれが正方形ですまた長さをちょっと書いときましょう5センチです横の長さも5センチですこれが正方形になります大丈夫かなちょっと長くなってしまったけどそれぞれの図形の特徴を思い出して まあ大体どんな図形を書いたらいいかなっていうのを考えてえそしてこの方眼紙に書いていくようにしてください。